本日はお米を求めてとんかつ屋さんへ訪問。場所は小山市駅東通りにあります。メインの通りより中にあるため、訪問の際は調べていくことをお勧めします。駐車場は入り口が狭いためバックで入庫させました。お店の中はもう自宅ですね。と同時に個性あふれる店内です。こちらのお店、知ってはいましたが初訪問となります。入り口にも看板がありましたが、もう40年もやられてるそうです。飲食店40年ってすごいですよね。こちらがメニュー、手作りですね。ちなみにお店の営業時間はこんな感じ。さて、何をいただきましょうかね。とりあえず初訪問なのでヒレカツ定食にするとしましょう。それにしても個人運営にしてはメニューが豊富ですね。いろいろあります。そして目移りしちゃいますね。少々時間がかかるとの記載でしたが、私は気にならない程度の時間でした。なんと味噌カツもありますね。名古屋にいる時はしょっちゅう食べていましたが、最近はご無沙汰です。これは気になりました。炙りとんかつ定食、どう炙ってあるのか気になります。これは食べたいけど残すやつですね。残念。こちらがヒレカツ定食。量的には私にはちょうど良さそうです。これはうまそうです。キャベツもたくさんなのは嬉しい。大根おろしまでついてきました。味変しながら食べられて良いですね。こちらがお肉の断面、意外と厚みがあります。ごちそうさまでした。大変美味しくいただきました。食後にパイナップル、ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。